先輩がずっと気になってる池江さんにさりげなく印象を聞いてみたんです。お前それなんて言って。男としても色気を全く感じないそうです。どっちかっていうとお兄様のひろふみさんのタイプだそうです。お邪魔しました。部長のお土産いかがですか？いただきます。彼女と話したから自分は思い違いをしてたかもって言い出して、先輩には色気が充満してる。係長、本当に来てくれたんですね。今のどういう意味？時間がないんで先に乗っちゃいましょう。はい。いや、ちょ、どういうこと？係長のこともっと男らしい人だと思ってました。ちょっと待って、どこ行くの？さよなら。早く行ってこいよ。ねえ、週末うちに遊びに来ない？嫌だったら無理しないで。じゃあ行きます。本当に嬉しいです。付き合おうって言ってくれました。全て私の独断でやりました。池江さん、池江さん、先輩が帰ってくるずっと待っててくれたんです。お帰りなさい。そうだった。はい、毎日気が狂いそうでした。What about us? What about us? What about us?